marvelous. カグラ2シンクさあ行くぞ。 始めようぞ。どうしたアスカ、しっかりしろ。アスカ忘れたとは言わせないぞ。お前を倒すのはこの私だ。もちろん分かってるって。だったらさっさとこいつを倒して二人の決着をつけるとするか。うん、 私は負けない。絶対に負けない。忍びの道を極めるまでは。はぐれた心を。 忍びとは影、真なる影。忍びとは炎、紅蓮の炎。命で彩られるは真紅の道、光と闇の分かれ道。それでも進むが忍びの定め。どれほど時代が変わっても人の業は変わることがない。裏の世界に生きる忍びは 今も必要とされ続けている。現代の忍びの雇い主は政治家や企業がほとんどだ。雇い主の中には忍びは私欲を満たすための道具と考えている者もいる。そのために国家所属の忍びは善人と定められ、違法行為を犯す忍びは悪人と呼ばれることになった。 その立ち位置の違いから善人と悪人は戦う運命にある。どんな理由や事情があろうとも善と悪は命のやり取りから逃れることはできない。しかし
人とは本来身の内に善と悪の両方を合わせ持った存在である。故に人は悩み苦しむ。それは忍びでさえ例外ではない。その矛盾が生み出す呪縛から逃れられるのは人ならざる者だけであろう。これより始まる物語は善と悪の戦いの軌跡であり、忍び学生たちの激しくも悲しい命の記録である。相入れない道の先に彼女たちは果たして何を見るのか。かけがえのないものを得るのだろうか。それとも大切な何かを失うのか。忍びとは影、真なる影。忍びとは炎、紅蓮の炎。静かに熱く燃える真紅の行方は今はまだ誰にもわからない。早くみんなと合流しないと。こっちです。これで全員揃いましたね。遅刻は厳罰に処す。いろいろ揉んであるから早く来い。カツラギ、静かにしろ。敵に気づかれたらどうする。
よし、それじゃみんな行こう。イカルガさん、カツネ、ヤギウちゃん、ヒバリちゃん、よかった、みんないるね。当たり前だろ、アスカ。あたいはまだまだみんなにセクハラしたいんだ。こんなところでやられてたまるかよ。当たり前だろ、当たり前だろ、アスカ。あたいはまだまだみんなにセクハラしたいんだ。こんなところでやられてたまるかよ。カツラギさん、イカルガ、緊張はすればいいってもんじゃないぞ。あたいの見たところ、お前体が緊張でカチコチじゃないか。よし、その硬くなった体をあたいが揉みほぐしてやるよ。それおっぱいをもびもびっと。ダメです。ちょっと何を考えているのですか、こんなところで。いいな、ひばりも緊張してるから、カツネに揉みほぐしてもらおうかな。待て、ひばり、謝るな。ひばりの大切な体をカツラギの汚れた手で触らせる必要はない。どうしてもというのなら、ひばりを揉みほぐすのは俺の仕事だ。もうカツネもヤギウちゃんも相変わらずなんだから。まったくだ。カツラギさんが言うことじゃありません。どうしたのですか、アスカさん。笑顔っていいよね。確かにその通りだな。笑うっていうのは気分いいよな。私思うんだ、善人は正義のために舞い忍ぶ。でもその正義って何なんだろうって。私には難しいことはまだよくわからないけど、みんなの笑顔を守るために戦うのが正義なんだと思う。そうですね、私もそう思います。うん、ひばりも世界中の人が笑顔でいられるように頑張る。だからみんな、絶対に超秘伝忍法書を取り戻そうよ。みんなで善人になる。そうだな。それじゃ行こう。みんな必ず生きて一緒に帰ろうね。必ずだよ。
私の相手はあなたでしたか。当たり前ですわ。お金持ちのお嬢様のお相手は貧民街生まれの私がお似合いです。お金持ちには死あるのみ、お嬢様にもまた死あるのみ。私はここで死ぬわけにはいきません。やらなければならないことがありますから。やれやれ、本当にお金持ちの心持ちというのは野良犬のように貪欲なのですね。温かい家も美味しい食事も優しい家族も何もかも全部持っていて、まだやらなければいけないことがあるとは。よくもまあ抜け抜けと。そのお上品なお口はどれだけずうずうしい言葉を吐けば気が済むのでしょう。ヨミさん、私は自分の意志で今の家に生まれたわけではありません。なるほど。だからお嬢様ということで恨まれるのは筋違いだと、逆恨みだとおっしゃるのですね。いいえ、違います。私が法王財閥の人間であることが許せないというのなら、いくらでも話を聞きましょう。私に非があるのならば謝罪もいたします。ただ私が自分の意志で成し遂げたいものに関しては譲るわけにはいきません。お嬢様が成し遂げたいものとは何ですの？もちろん忍びになることです。このことだけは貪欲と罵倒されても譲れません。いいえ、お気になさらずに。私も譲る気などありませんから。この件でお嬢様を真っ二つにすることを。お金があれば幸せとは言い切れません。だからそれがお金持ちの言い分なのです。私は幼女です。私自身はお金を持っていません。私たちが戦う定めだというのなら、お金持ちも貧民街も関係ありません。裸の二人で戦いましょう。頼まなきゃ。技あり。新しい技をひらめきました。
決着。最後に燃やすよ。任務完了です。お金があれば私の両親は死なずに済んだのです。だから私はお金持ちが憎い。たとえそれが逆恨みだと分かっていても。申し訳ありません。私にもっと力があれば貧民街の人たちに何らかの援助をすることも。やめてください。安い同情をするなら最後まで憎ませてください。綺麗事ではお腹は膨れないのです。もやしだけです。もやしだけが私のお腹を満たしてくれる。もやしだけが私を幸せな気持ちにしてくれる。もやしだけが、もやしだけが。もやしですか？わかります。もやしは確かに美味しいですから。お嬢様ももやしがお好きなのですか？ええ、栄養がありますし、みずみずしい歯ごたえも大好きです。もう行ってください。ヨミさん、さあ早く。これ以上ここにいられるともやし談義に花を咲かせたくなってしまいます。お嬢様とは仲良くしたくありません。お願いします、私の最後のプライドまで奪わないでください。わかりました。では先に行かせてもらいます。でも最後に一つだけ。私はヨミさんともっと話がしたいと思っています。お金持ちも貧民街も関係なく。当然の評価ですね。やりました、やりました。